では3つ目、セカンドから下に行きましてですね、はい、サード。サードは、規範の機能、ルールファンクションですと、はい、自覚のある短所の一つ、はい、新しい場面に弱く自信もないが、社会的な場面では適用、社会的なところで適用するために頑張るよと、うん、ピンチの時に主導する機能を守ろうとするのがこの機能ですと、いうところで SLE のルールファンクションは外交直感です。直感が来るんですね。他人の動機や意図、能力がよくわからないので、分かりやすい指示や任務を与えて、それを果たせるかどうかで他人の意図や能力を判断することを好む。直接経験したことない、直接経験したことないことについての情報と同じように、あらゆる予測不可能な奇抜な振る舞いや発展に対しては不信と懐疑を表立って表現する傾向にある。しかし新しい物事に直接対処する機会が一定期間与えられれば、またそれに慣れてしまえば不信に満ちた行動は見せなくなる。この人たちは物事に直接関与できる時には瞬時に適応できる。その一方でしばらく先の未来のことを言われたり、いつか役に立つかもよと言って無秩序に情報を与えられたりするだけで、どうしたらいいのか分からなくなる、まあ、そこはやっぱり S が強いから、まあ、N が弱いから、 N が弱いから、まあ、一緒なのから、はい、N が弱いから、はい、でも、うん、なんとか頑張らないといけないっていうところの N ですもんね、はい、彼らは何が一般的に、そして自分の興味に影響しない領域において待ち受けているのかよりも、近い将来自分の目に見える範囲で何が起ころうとしているかを知りたがる。他人がはっきりしない理由で遅刻したり、独自的で予測不可能な振る舞いをしたりするときに特に怒りを覚えると。宙に浮いている感じ、未来が不確定である感じがするので、行動志向の人々には耐えられないのですと、うん、多分一緒ですよね、ここは。そうですね、はい、予測不能な、そうですね、あの、分かりにくい時は、そうですね、なんかね、分かるのはよく分からん行動をされた時に、どんだけ仲良くても、やっぱり苛立つんですよね。なんでそんなことすんの、っていう、はい、はいのは出てくるなっていうのはあります、なんでこの時役立つのは、バウンダリーっていう言葉ですね、もうこれ以上はいかない、あ、なんていうんだろう、もう人の問題、自分とは違うよねっていうのがないと、なんかやっぱ言いたくなるんですよね、これはすごいわかります。あといつか役に立つかもよって、自分がそうとは思ってないことを言われると、多分苛立つと思います。何言ってんのみたいな、あの、言えよって。直接的にこれこれこうだからこうやって役立つよって言ってくださいって、それが分かんないって話ですよね。で、考えろって言われると、なん、じゃあもういい、もう無視みたいなで、多分そこは劣等だからですよね、多分ね、はい、そうなんでしょうね、はいはい、劣等じゃないのか、サード、はい、サードだから、では、はい、4番目、脆弱な機能ですと、脆弱な機能というのは最大の短所で強い苦手意識がある、新しい場面に弱い上に社会的なニュアンスも疎いですと、もう全く自信がなくて、それを使おうとするだけでストレスを感じる、っていうのが、内向感情ですと、SLE にとっては、この人たちは普通の人間関係のニュアンスに注意を払いませんと、だからはっきりと定義されていない関係においては、その人との関係を過度に疑ったり、過度に信じたり しますと、こうした人間関係はお互いの客観的な利益につながる時ほど重要視しますと、人間関係それ自体に価値があると考えるよりは、お互いを楽しませたりお互いの目標を達成させたりすることが重要な焦点と考えますと、このタイプは自分の気持ちを積極的に察してもらったり、心配してもらったりすることを他人に期待しない。だから自分に直接的な影響がない限り、
人の気持ちを気にかける意味がわからないと思っていると、うん、言葉や行動で感情を表せなければ、うん、個人的な気持ちが反映された他人の言い分は、うん、このタイプの印象には十分には残りませんと、うん、そうなんですね、うん、はっきりと非難はしていなかったけれど、うん、相手から見たらあなたの行動は非道徳的だったかもしれない、うん、ということをそれとなくほのめかされると、うん、このタイプの人たちは困惑しますと、うん、起点を聞かさずにこういったほのめかしをされると、うん、簡単にあそうなんだって片付けるか、うん、攻撃的に反応しますと、うん、深い感情を表現することにはそれをすることが相手であろうが自分であろうが気まずさを感じる、うん、彼らは自分の本当の気持ちを相手に負わせることを、うん、自分の権利とは思っていないと、それは他人の本当の気持ち、うん、それがたとえ明るくて純粋なものであっても、うん、それが自分にとって不快であるからを知っているからなので、うん、だからこそ自分の本当の気持ちを表現することが苦手だから、うん、ですと、うん、内向感情こうやって思ってたんです、うん、とかなんかまあ嫌な顔したぐらいでは、うん、あ嫌な気分なんだとか、うん、あやってはいけなかったなっていう気持ちにはならないということですね。なんかこう気軽にそんなんどうでもいいじゃん的なことを言っちゃうって話ですよね、悩んでる人に、うん、それ意味あるの悩んでみたいな。多分僕もこれなんですよ、ここが FI。 はい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 、なんかそう軽く流しちゃうところはあるじゃないですか、心の発露をね、心の発露、はい、まあ、そんな考えてもしょうがないじゃんみたいな、しょうがないんですよ実際、うん、っていうのを多分すっごいそうやって思ってる。そう実際悩む理由が分かんないみたいなことをポロッと言うと傷ついたとか言って言われるんですよはいはいそうですね、はい、ってなるとあどうしようやべえみたいなというところですね、はい、はい。でこの 今紹介した上の4つは意識的な部分、うん、でここから無意識の層に入っていきます、はい、5番目暗示される機能、はい、ここは自信あるとかないとか以前にその発想がなかったと思うほどに欠けていて意識することもないで自己実現のためにはでも必要なので、まあ、このことを知っておくといいよなんて、うん、いやなんかこの機能を使って主機能の人と話すと、うん、あそういう機能僕にもあるじゃん、うん、っていうのが認められると、うん、そこを強くできる、うん、っていう意味だと捉えてるんですけど、そこが SLE にとっては暗示される機能が内向直感ですと、うん、現在の流れが行き着く先を予測したり、うん、行動を起こすか起こすまいかのタイミングを見計らったりする能力に自信がある人を魅力的だと感じる、うんうん、このタイプは衝動的ですが同時に衝動的に任せすぎないようにしたいものですと、うん、しかしその手の能力には自信がないのでだからこそどこまでやるべきなのか、うん、いつやめるべきなのか引き際をよく分かっている人々に畏敬の念を抱き仲良くなりたいと思いますと、うんうん、また自分の人生に身体を超えた素晴らしい意味を感じたいと強く思っているので自分に性の輝きを見させてくれる人との関わりを楽しみますと。未知の人とは楽しめるっていうことですね。まあなんか興味はあるってことじゃないですか。まあ僕もうん、うん、分かります、うん、はい、興味はあります。その、うんうん、N っぽい人と喋ってるのは、うん、へーみたいな、うんうんうん、自分が不健全でない時は楽しめると思います、うんうんうん、あそんな発想があるんだっていうのは驚きです。で仲良くなりたいみたいな。あもう思います思います。だってない部分って自分で分かってるので、うん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 、そういえば知りたいじゃないですか、うん、あの弱いものを入れてなんか完璧になれると思ってるので、はい、入れ方を上手に入れてほしいんですよね、うんうん、はい、で6番目は、はい、動員する機能ですと。動員する機能というのは、うん、自分の行動に強く影響を与えているが、うん、自分にはよく分かっていないためまたここも人から学ぶと十分に使いこなせるようになるっていうところなんですけど、動員する機能 SLE の動員する機能は外交感情ですと。みんながワイワイと笑って冗談を言い情動的この情動的な自由と自発的な自発性を感じられるような状況を願っている。
しかし大方自力でこの雰囲気を作り出すことができないので、うん、他の人が率先して刺激的で楽しい雰囲気を作り出しやすい状況を作るっていう方法を取りますと、うん、このような試みに失敗すると狼狽するのですが、そういう時には狼狽を隠すか不満やイライラを持ってそれに対応するかしますと、うん、まあ、基本的にあの外交の人ですからね、多分そういうところは好きでしょうね、うん、はい、ただ自分はそういうところで、うん、キャッキャーっていう空気を作り出すタイプじゃないよねっていうのは分かってる、うん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 、なるほど、うん、そんな感じです、はい、で7番目、うん、この色が濃くなっていくっていうのは、うん、だんだんそこがまた強く出るっていうところですね、うん、強く出るのが意識的に出るのか、うん、無意識的に出るのか、うん、っていうところで7番目は無視された機能、うん、無視された機能というのはブレやすいことを除けば十分に発達しているが、うん、普段は抑圧している、うん、望まないコミュニケーションの際には、主導する機能を守るために活発化する、うん、っていう、まあ、その無意識的に出るためか、うん、この機能は悩みの種になるっていうところなんですけども、この SLE にとって無視された機能は内向感覚ですと、うん、強いのが外向感覚、うん、無視された機能が内向感覚、うん、強すぎるんじゃないですか、で外向感覚、ああなるほど、はい、でもここの内向感覚も強く出るよと、うんうんうん、でそれは自分の体の状態と自分の感覚の質を評価するのは非常に得意だが、うん、世界を体験したり、うん、世界と関わったりといった外へと向かう行動を優先します、うんうん、優先します、うんうん、外でやるべきことがあるというのに、うんうん、かたくなに心の平和や安定に目を向ける人にはイライラします、うんうん、しそうこのタイプ曰く、うん、自分の感覚を研究することは、うん、自分のプライベートな時間のうちでやるべきことであり、うん、公共の場では最初に全て評価することなく、うん、その場の状況に接したり溶け込んだり、うん、あるいは舵を取ったりする覚悟をしておくべきなのですと、うん、あ、僕ここそうだって話ですもんね。あ、そうです、そうそう、確かに共通ですよね。共通です、うん、あの、うん、うん、合わせろみたいなことはよく言うと思います、うんうんうん、でやっぱりドラクエだろって、 その場でなんか強いキャラ作って合わせればいいんだよみたいなの簡単に言いますね、うん、多分でも強いんですよ、まあまあこの思いも、んこの色も濃いじゃないですか。濃いですね。でまあまあ強いんですけど、はい、そっちが強すぎるから無視してんですよ、はい、あーなるほど。自分の欲求としてはなんか気持ちよくいたいとか、はい、快適にいたいみたいな思いは結構あるんだけど、はい、みたいなところですよね。外に合わせる方にもう意識が向きすぎてるみたいな。でもだって僕の中では、うんうん、社会、あ、やっぱり自分を苦しめているのは自分ですね、はい、要は社会で適応する、うん、生きていくためには、うん、そうするのがいいに決まってるじゃんって思ってますもん、はいはいはい、うん、社会の中で、うんうん、自分の気持ちいいポジションじゃなくて、うんうん、社会でうまくいくためのポジションを取った方が、うん、後々楽になるよねっていうのを考えてるんですよ、うんうん、で多分自分の感覚を無視してるんですよね。あるのに、まあまあ強い感情として、感情、まあ、機能としてあるのに、はいはい、無視しているみたいなとこですよね、はい、そうですね、うん、確かに分かります、うん、はい、では8番目は証明する機能ですと、はい、主導する機能と同じくらい強くて発達した機能ですと、うんうん、ただ同時に最も無意識の深いところにある無自覚な機能であるので、うん、激しい怒りとしてその存在を垣間見る以外には自覚することができないかもしれません、うんうん、外向思考ですと、はい、利用可能な外部な情報と照らし合わせるという意味で、うん、情報や主張、うん、行動、どの側面が事実として正しいのかはっきり分かりますと、うん、しかし主導する SE、うんうん、外向感覚によって培われた概念を追求するときには、うん、自分の中の論理的な一貫性と比べれば、うん、事実の正確性は重要ではないと考える傾向にあると、うんうん、また情報を公表する際にも
高めていきたい SE 的な力があるときには、うん、事実に焦点を合わせることを無意味な行為だと考えますと、うんうん、なるほど、うん、僕が、はい、感情側の人間なので、はい、思考はいい思考持ちはいいなと思ったりしますはい、はい、あの、うん、今の社会は、うん、思考持ちの方が有利な社会だと捉えている、うんうん、そうでもない気はしますけどね。この人はそうやって言う、あのカリスマとかはそうじゃないですか。思考よりも感情な感じはするんですよ。人を操る、でも人は理屈じゃ動かないですからね。ああ、まあ確かに尾崎は理屈っぽいことあんまり言いませんねそうそう、はい、私には夢があるとか言った方がみんなついてくるんですよああ、なるほど、はい、ほのめかしや深い感情の表現、人の感情は奥が深いもの、しかし SLE にとってはなるべく簡単な言葉や行動で感情を教えてくれなければ感情を SLE は理解できないと。よくなんかまあ T と F の、はい、で付き合ってるよっていう時に、はい、F が気持ちが知りたいみたいな、うんうんうん、っていうと T が黙ってしまうっていう、うんうん、お悩みをよくいただきますよね、うん、その気持ちは分かりますけどね、まあ、こっちも、うん、気持ちを言えよって言いつつ自分の気持ちが分からず言ってる感はあるんですけど、はいはい、でまあなんか言うと、はい、言っても揉めたりはします、うん、するじゃないですか。あとね、分かったと今思ったのは、はい、多分言えねえだろうなと思って、うん、攻撃としてそれを言ってる。あ、黙らせ、なんて言うんだろう、うん、マウンティングを取るために、うん、あ、そう、でそれもあります。こっちはこっちで、うん、いや論理的にわーって攻め立ててくるのは、うん、そうです、黙らせたいんですもんね。黙らせたいんですよお前こういうの苦手だよなって言って、うん、だから来たから反撃ですよねはい、っていうのをやってる感じはしますね、はい、